さあ、生放送でお届けしています秋の高校野球東京大会ダイジェスト、続いては昨日と今日の試合結果、そして来週末の試合予定をご覧いただきます。まずは昨日行われた試合結果です。大和ハウススタジアム八王子の第2試合、八王子が日大鶴ヶ丘を3対1で下し、準々決勝に駒を進めています。都営駒沢球場の第2試合、関東第一が日野に勝利しています。続いては今日の試合結果です。大和ハウススタジアム八王子の2試合目、日大三高対小山大は日大三高が1点差でベスト8に進出です。都営駒沢球場の2試合目、日大豊山が草加を4対2で下しています。最後に来週の試合予定です。来週はダイワハウススタジアム八王子で準々決勝4試合が行われます。さあ、来週の試合予定出てましたが、改めてベスト8のチームをご覧いただきましょう。こちらです。矢倉でご覧いただくとこんな感じになりますね。はい、西が5校、東が3校になりました。わかんないですけども、日大勢が頑張ってますね。3校残ってますね。そうなんですよ。はい、ということで、来週は準々決勝ということで、ぜひ皆さん楽しみにしてください。はい。さあ、そしてご覧のケーブルテレビでは11月14日15日の準決勝決勝の模様生中継で、お届けします。こちらも楽しみにしてください。はい、はい。また地域情報アプリドローカルではこのダイジェスト番組をはじめ準決勝決勝の試合を配信いたします。スマートフォンタブレットで視聴できますので、そちらもチェックしてください。はい、ぜひご覧ください。はい。さあ、ではですね、メッセージの方も番組この後終わってからでも、皆さん来週までの間とかファックスでお送りいただいて結構ですので、お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。はい。さあ、そして、はいはい、はい。で、来週なんですけども、はい、来週の放送予定が、はいはい、11月8日日曜日と、はい、11月8日の日曜日ですね。これまた来週の7日と8日分をまとめて日曜日に、はい、お届けしますので、はい、ぜひ楽しみにしてください。本当ね、観戦行かれる方はですね、ちょっと注意なんですけど、八王子球場、お昼ぐらいになるとちょっとね、日陰になっちゃうんですよね。なのですごく寒いので、ぜひぜひ皆さん厚着をねしてってください。そうですね、駒沢も同じような感じでしたね。まあ、特にやっぱりこう気温が変わりやすい、朝昼晩でちょっと違うので、油断しないようにお願いいたします。はい。さあ、そして、次週、準々決勝ということで、次週以降はですね、池澤さん登場します。はい、池澤さん今日も、はい、もうすっごいスコアを書いてメモしながら観戦されてました。はい、池澤メモ見せていただきましょうよ。はい、ね、本当にやっぱり、もう専門家目線の、しっかりとした解説付きになりますので、池澤さんの登場もぜひ皆さん楽しみにしてください。はい。さあ、そしてですね、今日実は僕が球場取材に行けなかったんですけども、その理由が、千葉県で行われてた関東大会の決勝戦の方に、はい、優勝校のインタビュアーとして、行かせていただいてました。で、結果こちらなんです。はい。で、県大高崎と常総学院延長11回までもつれての県大高崎の2連覇ということになったんですが、4点かな5点かなリードされた常総学院が繰り返して7対5にして、それを9回2アウトに県大高崎が追いついて延長、最後延長でホームラン2本で決めるという、もう非常にやっぱり関東の決勝でハイレベルでしたし、すごい熱い試合で、こういったレベルの高いチームと選抜夏と甲子園出たら東京の学校も戦うんだなと思うとすごい刺激を受けましたし、でもね、もう一つは東京の大会もちろん負けてないんですけども、いや、やっぱりもっともっとみんなで一緒に盛り上げて東京大会素晴らしい大会にね、していきたいなって再認識させられる瞬間でした。みんな頑張っていきましょう。はい、ということで、この後このダイジェストは以上ということになるんですが、この後はですね、全打席ダイジェストということで、ご覧の、はい、昨日の八王子対日鶴の試合、これが熱い試合だった、はい、この試合の全打席をダイジェストにしてお届けしますと、はい、いうことで、この熱い試合もう一度しっかりと
全打席この後お楽しみください、はい、さあ放送は次回は来週です。来週も頑張れ高校球児。